ローフードの一例。生のトマトソースをかけた生のズッキーニの、パスタと、オリーブ、セロリ、ほうれん草ローフード、生食とは、酵素を含む食べ物を多く摂取すれば、体に良い効果があると考え、加工されていない生の食材を用いた食品、あるいは食材を極力生で摂取する食生活の、ことである。リビングフード、英語、リビングフードとも呼ばれる。 ローフーディズムは植物性食品のみを食べるロービーガニズムと混同されることが多いが、ローフードの実践者の中には生であれば動物の肉やその他の動物性食品を食べるものもいる。食物が持つ加熱によって失われがちな酵素やビタミン、ミネラルなどを効率よく摂取することを目的とし、酵素が破壊されないとされている摂氏48度以下でならば、 加熱しても構わないと考える人もいる。しかし、特殊な疾患の場合を除いて人間は必要な酵素を全て自ら作り出している。老デリズムでは植物の生殖も推奨されるが、植物に含まれる酵素は植物のためのものであり、これらの酵素は植物の発芽、光合成、呼吸、分解などを助けるが人体に対しては、 消化を含む、いかなる機能に対しても効果はない。また、ローフードで摂取が推奨されている食物の酵素で、胃酸をくぐり抜けて、栄養素を吸収する腸まで達するのは、ほんの一部であり、これは、最新の知見というわけではなく、基本的な生物学の知識である。このように、酵素を含む、食べ物の摂取が体に良いという考えは、迷信で、あると指摘されている。 医学専門家の研究では、老風土食は体に様々な問題を起こすという研究結果もある。また、酵素を摂取する効能については、実験や研究を経て根拠が示されておらず、科学者や医師に広く受け入れられているものではない。老風ディズムは、1900年代から欧米で提唱されてきた食生活であり、近年ではアメリカ西海岸やイギリス、ドイツ、 オーストラリアなどを中心に人気があり、大都市では、ローフード専門のレストランも開店している。肥満者が、ローフード食を半年ほど実践し、血圧と肥満に改善が見られた。長期間のローフード実践者の、血中ビタミン A 濃度は正常であった。ありがとうございます。